はい、皆さんこんばんは、群馬県知事の山本一太です。私がキャスター兼プロデューサーを務めますこの直角ストリーム、今日もですね、この県庁32階の鶴の巣スタジオから配信をさせていただきたいと思います。皆さん、県庁32階鶴の巣来られたことありますか？実はね、群馬県庁ってね、全国で一番高い県庁なんですよ。でね、この32階からね、もう関東平野、見える関東平野の、もうね、シナリーっていうかね、景色素晴らしいんでね、ぜひ来たことがないっていう方は足を運んでいただければと思います。夜景もすごく綺麗ですから。はい、ということで、今週はもうですね、先週に続いて、隣の指導陣のコーナーをお送りしたいと思います。もう今回のゲスト、前回に続いて、わざわざ県庁まで来ていただきました。文化祭を軸とした課外活動を、通してですね、個人の生き方、それから在り方を考える、これ社会の学校、オッドスクールと名付けられたんですけども、このオッドスクールを運営されている渡辺信也代表です。渡辺さん、すいません。はい、よろしくお願いします。はい、同じ服で、ね、申し訳ないですけど、はいはいはい、よろしくお願いします。またね、やらせていただきたいというふうに思いますけども。はい、ということで、前回はね、このいろいろこの渡辺さんがこのオッドスクールを作るまでのね、いろんな、きっかけから、それから経緯、そしてそのなんて言うでしょうか、オッドスクールの活動の 中身なんかについても、いろいろとお聞きしてきたんですけど、ちょっとさらに そこから深掘りをしていきたいと思うんですが、さっきもちょっと紹介したんだけど、文化祭を軸にした活動と、いうのはもう冒頭にもね、先週の番組の冒頭にも話したように、前高の文化祭楽しすぎたみたいなところがあって、その学生時代の経験からということですけども、文化祭にどうこだわってるのかっていうところからちょっとね、今日はね、始めたいと思います。はい、スライドも用意していただいてということで、はい、いや、楽しそうですね。はい、これは広瀬じゃなくてあれですね、花屋の時にやった文化祭なんですけど、そうですね、難しいな、その文化祭、その文化祭にな、うんで文化祭がそもそも好きなのかっていうところではあるんですけど、基本的にその勝ち負けがないっていう、なるほど、なっていうので、結構いろんな人がいろんなあり方というか、その過ごし方でめいめいにいられるっていう、その懐の広さと、だとただ一人で作ろうと思うことはできずに、大きい目標なので、いろんな人が垣根を越えてその手を取り合うっていうので、そのやってるうちに、いつか終わった時に不思議な絆が生まれるっていう、越境できるっていうのが一番すごい、カオスで非常に面白くて、それがもう病みつきになってしまった、でその結果こういったものを、お花屋さんっていう見方じゃなくて、お花屋さんを全体で文化祭会場にしてしまってっていうんで、まさかここでその社会学の教授さんがここに社会学の授業をしてみたり、でここでその事務所とかでそのアーティストさんにライブやってもらったりとか、屋上に、真冬の屋上にこたつ出して、なんか屋台を出してなんていう話でやったりしたんですけど、なるほど、今の話を聞いて、確かに高校時代を思い出してみると、文化祭って多様性の塊ですもん ね、 そうですね、音楽から、ゲームから、お芝居があったりとか、いろいろそう絵を飾ったりとか、自分が思い思い興味のあることをなんか展示したりね、いろいろそこに交流の場が生まれたりするということで、いいですね。なんかね、これもすごくいいと思います。ありがとうございます。これまでにどんなイベントを展開してこられたんでしょうか？そうですね、これね、ありがとうございます。文化祭だけではなくて、これは全盲のカメラマンさんをお招きして、で実際アイマスクつけて、皆さんでその世界を体験するっていうようなんです、授業ですとか、あとはこちらはその選挙、前橋の市議会議員ですよね、その選挙の啓発活動の、イベント、僕が出た時に、その先ほどのデザイン部 の学生さんたちが実際このポスターを作って作る機会を作ったとかっていうのとかがありまして、こういうようなものが、これなんかでもいいよね、コンセプトが、投票用紙の半券と引き換えに美味しいスイーツとコーヒーとかね。そうですね、こっちに引かれてくるっていう、でも結果的にこっちっていう、なかなかいいですね、これもとっても分かりやすい話で、そこでね、いよいよ今日の本題である、妄想、アパートメントの方に行きたいと思うんですが、今オッドスクールでは前橋の広瀬団地を拠点にしているということだったんですけども、昨年11月にね、妄想アパートメントという文化祭を開催されたと。でまず、なぜ広瀬団地なのか、
なぜここが活動拠点なのかっていうことについてはどうでしょうか。ありがとうございます。で、広瀬団地だからっていうのはもともとは特にはなかったっていうのは非常に申し訳ない言い方ですけども、きっかけがその昨年の2月にですね、本当ちょうどその建築士 の, あの友人が、まあ、ちょっとここであのオープンハウスルームがあるから行こうって誘われたのがきっかけ で,、はい、で行ってみるとまさにここ の, そのリノベーションしたお部屋だったんですね、でそのお部屋にがまさにその今こちらので活動されているのリフォートっていう団地再生プロジェクトの方々で、でその方々がもう本当にその団地っていうものに対して、まあ新しいそのなんていうか見方視点で、あの再生しようと頑張っている姿を見て、ちょっと僕自身 の, その夫 の, その姿勢とすごい、あのすごい共感があったのでっていうので今回、はい、ご相談しに行った感じですね。これいいね。これありがとうございます。誰がここアーティスト？これ学生さんです。あの県庁の女 の, あのいい、ね、学生さんですね。本当でもすごくいいですよね、はい、このボスはね。でこちらは、まあ、その同日開催だったんですけども、ファン団地とかね、ファン団地、もうセンスすごくいいと思うな。ありがとうございます。この団地を楽しんで団地のファンになってもらうっていうコンセプトもいいし、はい、いやこれすごくなんか私あのいいなというふうに思いますよね、はい、でまあ、あの妄想アパートメントっていうね、これなんかすごいネーミングだと思うんだけどこれ妄想アパートメントどういうイベントの中身だったのかすごい気になるんだけどぜひちょっと詳しく、ね、教えていただきたいと思うんですよ、はい、妄想アパートメントっていうのは、実際にその、まあ、アパートで妄想しようぜっていう、本当そのままなんですけ ど, ど、まあ、あの団地 の, その空き部屋ですとか、あとはその先ほどのあの写真にあった公園とかっていうの舞台に、まあ、結構その、まあ、あの表現をしたいっていう方を、まあ、あの出展者となって仮の住人になってもらって、じゃあその仮の住人があの団地で、まあ、あったら面白いこと、やりたいことっていうのをテーマに、まあ、めいめい表現したっていうので、まあ、各階層によってそうあのこういう出展者さん部屋ごとのブースとかで分かれてもそれぞれのもう表現をもうはちゃめちゃにもうやるっていうので、これがまあ中の一端、例えばこういう一つのブースでは、まあ、DJ とか音楽のフロアがあったりとか、でこれは外の公演ではこのオッドキャストで、まあ、あのラジオをやってるんですけど、その来た人に話すとかっていうライブ的なので、はい、やらせて。これはどこの階で何をやってるかっていうのは、はい、なんかこう案内があるんですか。これ実際に、はい、これはあの今あの、はい、会で案内があるけど、これ貼ってあるわけじゃないよね。これはそうですね、 SNS でこれ発信したものなんですけど、あそうか、で SNS 上でどこにあるかってことが分かるわけだ。ここでこういうことやってますよ。そうですね、でただあとそのフライヤー時代を先ほど の, あのロゴを作ってもらっ、くださったあの学生さんが作ってくれて、そのフライヤーを結構あの当日いらっしゃった方ですとかにあのお配りしたりとかですねさせてもらって、いやこれ見てるだけでもいろんなのがあって本当面白いですね。オッドショップがあったりとか、ね、ほとんどもうなんかもう全然動線も取れてないこのカオスじゃんこれは本当に何がなんだかもういいねこれ。ただまあ大島教育実験でやったのね。ただよく見ると本当に企業さんそのリフォートここをリノベーションした、あのスタイルさんっていう、あのインテリアショップさんがこのラボ、ちゃんとその高度経済成長期のこの団地の部屋を再現するんだって言って家具の会社さんなので家具を出してきてっていうので、結構そういうちゃんとした部屋もありつつ何でもないっていう部屋もあるっていうこの何ていうのそれこそ混沌としてるんですけど、いやいやなかなかすごくいいなというふうに思うんですけどもあのね、はい、あの群馬県はご存じの通り、はい、まあ、さっきはアートが結構いっぱい出てくるんだけど、アート結構先進的なんですよ。そのパーセントフォーアートっていうね、はい、これは渡辺さんご存知だと思います、はいはい、まあ、はい、これ見ていただいている方もご存知か分かりませんが、欧米にはね特に多分北欧から始まったのかもしれませんけど、1%フォーアートっていう結構あの制度があって、はい、公共事業予算の 1%、公共建築物の作った時のその予算の 1% っていうものを、まあ、アートに当てるっていう仕組みがあって、はい、まあ、群馬県も全く同じじゃないんだけど、まあ、公共事業というよりはその、まあ、ある意味で言うとそのあの全体の予算っていうか、あの投資のパーセント、これを何パーセントかっていうのを、まあ、しっかり決めてるんだけど、ちっちゃいとこから始めるんだけど、この一部をもうアートに投資しようっていうことで、これも全国初めて条例を作ったんですね、はい、それご存知でした。あ、そうです、すごいなと思います、ね、それいいでしょ。いや本当に、大変だったんだけどいろいろ言われて、オッド知事、オッド知事とか言われて、はい、ね、もうファーストペンギンはいつだって大変だけど、でもこれあのすごくだからね、こうあの、はい、アーティストの活動の場が、はい、
こういうところでなんかこう、まあ、オッドスクールの形で、うん、妄想アパートメントっていう形で結構体現されてるっていうか、はい、すごいこうアート進行になってるってのはすごく嬉しいと思うんですけども、はい、これあれですかね、あの定例でやるんですか、この恐るべき試みは。次回はいつやるんでしょうか。次回今年の11月にまた広瀬団地で、はい、やるって いいですね、そうですね、これがすごい好評で、結構来られた方も一緒に描くっていうライブペイントが左上なんですけど、こういった形でそのなんていうんですかね、あの来た方も一緒に参加できるようなシステムで、今年もう少しちょっともっと表現の敷居を下げながらやれたらいいなと思ってます。いいですよね、まあ、なかなか一応的にはいかないけど、はい、このパーセントフォワードなんか見れながらなんとなく群馬県の人たちがアートと一緒にいつもいるみたいな雰囲気を作りたいと思うんでね、まあ、ちょっと日程あったら、はい、あの11月見に行きたいから、はい、ちょっとその辺の状況にもよるけど、もし行けたらちょっと、ね、一度ぜひ見に行きたい。こういうやっぱりこう身近な中でこうみんながアートに接するみたいなのが一番やっぱりいいんですよね、はい、いや本当そうと思います。いやいやすごい楽しみです。だいたい1年に1回ぐらいも定期的にやってるんですか。あ、もう定期的にもうやるっていう決意のもとで僕は今、うんうんうん、います、ね、何があってもやるんだっていう、うん、いいですね。でこのカオスから何を学んだんでしょうか。初めてのこのモースアパートメントからこれからちょっとお聞きしたいな、ね、はい、はい、あの学び僕からっていうよりもその、うん、あのこれ参加された方の言葉で印象に残ってるのがありまして、まあ、出展された当時高校生の女の子が、まあ、私変だと思ってたけど、うんうん、周りがあまりに変なんでもう変じゃないと思えたっていう、素晴らしいね、すごいことだと思って、うんうんであとその出展者のお手伝いした実行委員 の学生さんは、うんうんうん、あボソッと僕も来年出展しますって言ってもらえたりとか、うんうん、で来てくださった方は、うんまあ、こういうその、まあ、一般というかプロではないっていう言い方ですけども、うんうんうん、人が表現思い思いしているのを見て、うんうんいいですね、僕も群馬で何かやろうと思ったなんて話があったんで、うん、それとかすごい僕の中に印象に残ってて、うんうん、そういったのがもしかしたら、うんうん、はい学びなのかなとか気づきがこういうのもだけどやっぱり、まあ、もうやってるかもしれないけどネットとかで発信してほしいですよね。ああそうですね、あんまりしなかったんで、うんうん、ちゃんとやろうかなと。次回はぜひなんとなくちゃんとやろうと思います。あのネットで発信していただいて、はいはい、あのなんかよあのよくわかんないけどそのオッド祭なんか群馬の奇祭、ね、奇祭みたいな感じでいいじゃない奇祭ですね、うん、いいですよね。これとってもいい写真ですよ ね、はい、これね、ここで一生懸命なんか作ってる人もいれば、うん、全くなんかあの関連ないからなんか関連がないんですよ、ったりとか、ね、そうなんですよね、うん、なるほどね、はい、なかなかいいですね、はい、わかりました。でちょっと この話だけど終わっちゃうとあれなん で、はい、もう一つ今日はね、はい、ちょっとお聞きしたかったんだけど、はい、昨年度ねこのメモによるとあの渡辺さんが社会教育指示講習っていうものを修了されて社会教育士になったと、はい、でこの制度令和2年度から始まったんでまだね認知度がみんな高くないと思うんだけど、はいはい、あのそもそも社会教育士ってどういうものなんでしょうか。どんな役割を果たす人たちなんでしょうか。文科省さんが言うには、はい、まあ、そのいろんな形のある、うん、あの多様な人や組織を、うん、多様なままに、うん、まあ、学びを通じて、うん、あのそれこそつながりを作っていく、うんうん、そこを一緒になって、うん、あの伴走するんだっていうのが社会教育士さんだっていう話がある、はい、ある感じですね、うんうん、なんでまあそううみんな本当になんかいい感じだね。そうですね、みんなオッドピープルじゃない、なんかもゼミのメンバーで、うん、実はゼミのメンバーこれ一番左端 の女性の方が、うん、オッドの その、まあ、運営の方に参画されたんですよ。あ、そうですか。そこを来てとかって、まあ、そういうなんかは出会いがあったりで面白かったです。なるほどね。あ、社会教育士ってあるんですよ。なんでこの講習を受けようと思ったんですか。確かなんか島根大学に行ったって聞いたんだけど、はいね、なんで島根大学なんでしょうか。はい、いや元々島根というよりは、うんうん、あの僕がそのオッドスクール始めた時に、はい、まあ、学校の中にいたから僕は教員できたわけで、うんうんうん、オッドを作るってなると学校作るのかってなっちゃって、うんうんうん、結構無力感だった時に、まあ、社会教育っていうのに出会って、で他の学校当初社会教育士を問い合わせたんですけど、うんうん、ただやっぱ集中講義が多くて会社員なので、うん、なるほど、ちょっと諦めてたんですね、うんうん、でそしたら群馬県 の教育委員の、うん、であと NPO の DNA の、うん、あの沼田さんがもともと島根大学のそれこそ社会教育1校の先輩なんですね。あ、そうですか。そうです。その方がフェイスブックで、うん、まあ、結構そのオンラインでできるからっていうのが、うん、まあ、紹介されたので、あ、そうか、オンラインでできるもんね。そうです、っていうのがまあきっかけだったんです、はい、なるほどなるほど、はい、あのでまあこれまでこれ島根大学ですけども、はい、あのこれまで社会教育のフィールドでいろいろね、そのあとやってきたということなんですが、はい、まあ、これ講習がどう役に立ったのかっていうのはちょっと興味ありますよね。あ、そうです。この講習が、はい、あの今後の活動にはどう生きていくというふうに思われますか。はい、はい、ありがとうございます、うん、まあ、本当にその僕がやってたオッドの活動が、うん、
この講習を通じて、あ、社会教育だったんだなっていうのを、うんうん、まあ、認識したっていうのが一番学び で、うんうん、でこれからはその今までその何となくやっていた部分もシステマティックにというか、うん、をもうちょっとそこを入れられるなと思って、うんうん、学校のフォーマルさってほどではないですけど、うんうん、その社会学校の外側はまだあのノンフォーマル、うんうん、その遊びが楽しいねって終わってしまう、うんうん、それって障害学習までたどり着くって難しいので、うんうん、なるほど、そこを段階踏むためにインフォーマルな部分、うんうん、ある程度夫のそのこのカオスさを大事にしつつも、うんうん、でもそうじゃない例えば評価軸とか、うん、まあ、外側からも見えるようなっていうのを、うんうん、その夫なりの評価制度みたいなのを、うんうん、まあ、ある程度作っていくとか、じゃあそういうのをやりたいかな。なるほど、まあ、いわゆるその社会教育士やってみて、はい、なんとなく学校ってだからこう施設作ってみたいな、はい、今までの規制概念にとらわれないでできるっていう感触を得たわけね。あ、はい、あ、そうですね、うんうんうん、ちょっとそのこれ社会教育だったんだっていうふうに思って、はい、いや、そうですね、やっぱり知識が足りない、うん、経験も足りないっていうので、うん、やっぱりそれをやんなきゃっていうのが、うん、はい、ありましたね。ありがとうございます。あと今ね、あと5分ぐらいになっちゃったんだけど、もっともっと聞きたいこともいろいろあるんだけど、まあ、これから社会教育の分野ってもっと注目されていくと思うんですけど、はい、そういう意味で言うとその行政の役割っていうかね、自治体にもう少しあの求めることとか一緒にやってもらいたいみたいなことがあったら、ぜひ今日いい機会なんでお聞きしたいと思うんですけど。でも、はい、2つありました、うん、ぜひあの今年も文化祭をあの行いますので、うんうん、まあ、そこにまさにその僕今回出させていただきますけど、その指導陣みたいなそのブースを作らせていただきたいなと、うんうんうん、これはもう僕お願いしたいなと思って、うんうん、例えばその指導陣の方とかっていうのが本当にその本当に素晴らしい方、うんうん、今まであのたくさんいらっしゃったんで、うんうん、例えばじゃあそういったブースが、まあ、表現っていうところを通して、うん、あることで、うんうん、普通にそこにいらっしゃるその結構若い子も多いので、うんうん、若い子だったりあと来場する方々っていうのが、まあ、結構 それを、まあ、啓発というかそこにフックとなって、うんうんうん、また次 その例えば逆にそのブースにまあ現れるというか、うん、そういった循環っていうところの、うんうん、まあ、できるの、まあ、そういった部分が一個できないかなっていうのと、うんうん、はい、うん、でも本当にその、まあ、広瀬団地、まあ、本当に、まあ、うん、本当むちゃくちゃな話をまあ、知事に対して言わせてもらうかもしれないですけど、近くにその広瀬中っていうあの廃校があったりして、うんうん、あれなんかまさにその社会教育とかの例えばそういうあの、まあ、重い志を持つような団体さんとかと共同して、うんうんうん、社会教育の事例みたいなのっていうのを、うんうん、やっぱりそのなんていうか、まあ、取り組みとかっていうのができたらなっていうのもあったりとか、うん、ね、はい、わかりました。で、まあ、これ、まあ、指導陣ってあのいつも言ってるんだけど、あの誰の心にもあるもんで、うん、例えばその群馬県で出身で活躍している世界的なアーティストとか音楽家とか格闘家とか堀口恭司さんじゃないけど、うん、はい、こういう人たちだけが指導陣じゃなくてみんなの心にあると思うんですよ ね、はい、でまあ、渡辺さんも指導陣だと思うから今度今日呼んだんで、うん、そのブースは担当 部局に言えば何か出せると思うんで、あ、これはぜひあの出すようにしましょう。一応貫禄ないけど、あの子供のような地位だけど一応ラスボスなんで、よく担当部に相談して、でも私独裁者じゃないから、よく担当部に相談して、ちょっとこれちょっと考えてみてくれませんみたいにして、ぜひそれを実現しましょう、はい、それから今言ったそのちょっとオッドスクールの拠点みたいな話は、まあ、ちょっといろいろ多分ねクリアしなきゃいけないところもあると思うんで、はい、ただまあ、 あの群馬県で教育イノベーションの先端を行ってるんで、はい、非認知能力、はい、あの非認知の能力とかね、はい、だからなんかまた政策会議っていうのにかけてみますよ、はい、ありがとうございます。なんかね、うまくこうコラボできるものがあれば面白いと思うし、はい、こういう意味で本当に大きく教育を捉えて、渡辺さんがやってみたいな社会教育っていうのはある意味一人一人の個性を大事にする、群馬県のまさに20年後のビジョンにもすごくこうあの通じるところもあるんでね、はい、あのそれはあのぜひあの、あの考えてみたいと、はい、ありがとうございます、はい、あのあと3分しかない、いかがですか今日の感想。いい感じじゃん。いや、すごい楽しかったですもんね、あっという間すぎて、うん、いや本当によかった、面白かったですね、うん、その僕はもう文化祭こじらせてこんなことやってるんですけど、うん、いいね、ちょっとこじらせてっていうのもすごいいい言葉だと思うな。こじらせても死ぬと思うんですけど、うん、ただちょっと人の、ね、人様の役に立てるようなものになったらそれが一番本当に幸いだなっていうところで、うん、その気持ちでやってるだけなので。最後にちょっとお聞きしたいのはね、はい、群馬県今あの教育イノベーションの中核に、はい、非認知スキルみたいなやつを置こうとしてるわけよね。あ、はい、あの皆さんご存知なんですけど、社会情動的スキルって言って、まあ、はっきり言うとその人間の能力っていうのは学力と偏差値だけじゃないと、それぞれの力っていうのをみんな持ってて、子どもたちの能力も千差万別で、例えば勉強そんな得意じゃなくても、例えばこう仲間をまとめる力があるとかね、はい、冷静さを失わないとか、はい、やり抜く力があるみたいな、はい、こういうものをやっぱり測る指標を全国で初めてしっかりとやりたいということで、あ、はい、あのいわゆる国際機関がやっている OECD がやっている社会情動的スキルに政府も入ってないのに群馬県だけ入ってるね。いろいろ大変だったんだけど、またいろいろ
ろいろまだおとついだから、ね、おとついだから。だからこういう中でできれば最先端の今こう国際機関で議論されているようなことも取り入れて、はい、できる限り簡単じゃないですよ。はい、でもこのいわゆるあの非認知能力っていうか情動スキル の, あの物差しみたいなのを作ることで、はい、いろんな子どもたちの能力を応援できればと思うのね、はい、それについてはどう思いますか。いやもう本当にもう、はい、もうもうおっしゃる通りも、うん、いや本当にその非認知 の, その今までなかなか測ることができないですよ、うん、答えだけじゃないというか納得感というか、うん、それぞれ の, その条件に応じて自分 の, そのベストを、うん、出していくって結構難しいというか、うん、そのグッドデザイン賞を作ったその、うんうん、あの方水野さんという方が言ったのは、そのセンスは知識から始まる、ええ、それこ そ, その何かそのいろんな物事に対しての適正解を出すときにしずる化やるため の, そのいろんな物事から最終的に引っ張ってくるっていう、それこそ引き出しとかだったりとかっていう決めてきた経験と か, だかそういうの本当に大事だなっていうのはすごく僕も、はい、感じました。はい、ありがとうございました。 あ, のあっという間にちょっと時間が近づいてきちゃったんですけども、これから、まあ、オッドスクールで何を目指すのか最後に一言、あの、まあ、県への要望っていうか自治体への要望みたいなのをちょっと伺ったんで、はい、ぜひあのコラボしてできることを考えたいと思いますが、はい、あ、これいい写真ですね。一言ちょっとメッセージをもらえれば。いや、はい、本当に僕文化祭が大好きに尽きるんで、うんうんうん、文化祭をこうオッドスクール文化祭を全国で一斉に同時開催したいなと思ってて、うんうんうん、それがそのなんかそこから、うん、本当にそれって敷居が低い、ただ遊ぶだけじゃなくて、はい、それこそその敷居、その入り口から、うん、それぞれの人がそれぞれ の, その向かう先に、うん、あの羽ばたいけるため の,、ええ、その学びっていうところにつなげたいっていう、うんうん、本当にそれがあるので、うん、そのためにまあ今日今年も、はい、あの頑張っていきたいなと、うん、やれることはやっていきたいと。はい、ありがとうございました。皆さん、あのそろそろお別れの時間になってしまいました。まあ、ちょっとね、あの同じなんかね匂いを感じるんだよね。まあ、ちょっと少し年違うんだけど、ぜひ友達になってほしいなと思う人を今回もお呼びできました。はい、オッドスクール今頑張っている渡辺あの信也さんでした。はい、あのありがとうございます。いろいろまたね、群馬県も新しい教育の、はい、やり方を考えているんで、いろいろまた知恵を貸してください。はい、こちらこそ、はい、よろしくお願いします。あのこの妄想アパートメント皆さん注目してくださいね。はい、ということで、いかがだったでしょうか。2回にわたって。隣の指導人コーナー、オッドスクールを運営している渡辺信也さんをお迎えしました。また週末がやってきますが、皆さんどうか、いい週末をお過ごしください。やっとね春めいてきてね、もう散歩もすごくいい季節になって、ちょっと花粉症きついなっていうのもあるんだけど、そうですね、あのまあ大変だと思いますが、もうなんか全体が明るくなっていい感じだと思います。はい、ということで今日はこれでお別れしたいと思います。あ、こちらさようなら、ありがとうございました。